はいどうも、えー、イゾログイズです。えー、今日はまあ、動画だね。動画なんだけども、はい、ドラレコをつけました。っつっても、ドラレコを、まあ、純正にやつで買うと高いので、まあ一応これ、アテマンのスポーツカメラで、で、今代用してます。まあ一応ね、映るといえば映るんだ。こんな感じでね。今この景色がそうなんだけど、まあ、いかがですかアテマン自体が、あのー、 まあ、外付けのバッテリーつけないと全然持たないので、まあ、こんな感じの仕様になってます。で、あとはなんだろう、これ充電をずっとしてると、アペマンがあれ、ずっとついたまんまになっちゃうんだよね。で、あとアペマンのドラレコレコー、ドライブレコーダーモードにするのにもちょっとコツがあって、なんかドラレコモードにしてもなんかあんまりドラレコになってないんよ。要はメモリーカードの分だけ、あの、 容量を使い切ったら、普通のドライブレコーダーみたいにあの、ファイルが、おっつ、ファイルがいっぱいできて、それがなんかいっぱい、でなんかファイルがいっぱいでき、それらがまた今度はエンドレスで再生できるように、あの、上書き録画だっけな。それがね、できないんだよね。上書き、できないんだよね。このアペマンの場合。で、あとは、 まあ、アペマン、これをドラレコで使おうとすると、まあ、使ってみた結果だけど、うーん、まあ、まあまあ悪くはないって僕は思いますね。はい。まあ一応、まあ、使ってみたら主観だけれども、暑いね。結構これ自体が熱を持つので、あんまり夏場、 はおすすめしないかなって感じですね。で、まあ、あとはこれ予備バッテリー、この無料で付いてくるんだけど、これも一応もらってます。まあ、これがあって、まあ、1個10、まあ、30分とか、録画しっぱなしだとね、意外と1時間か2時間ぐらいだね。持つかとする、持つ、持たないだと。まあ、一応、録画をすると、まあ、バッテリーを食うんだけど、うん、 やっぱりその長時間乗るとなるとこういう外付けの100円ショップでも500円でもいいからあれがあるこれがあると便利ですね。であとこれ一つの問題点としては多分真夏使うとおそらくバッテリーが膨らんでくる可能性ありかなり熱持つからで今日は雨だからいいんだけどであとはあのー、最大で10分のスパンが一番の長い あの、上書き録画の、あの、サイクルになります。このアペマンの。なので、多分10分、10分過ぎればもう一回初めからっていう風になるんよね。一応メモリーカードを8ギガとかより容量大きいものにしても、やっぱり10分以上の録画をしておけないっぽいので、そのドラレコにしちゃうと、今、今、使ってみた。 感じの、まあ僕の時点での感想なんですけど、なんで事故の決定的瞬間の時に上書きがちょうど入ったってなった場合はちょっと不安は残るよねって話。まあ一応ドラレコとして使えなくはないので、まあ ACC のスイッチから引っ張っても来るっていうことがあったので、できるようになったので、まあ本格的に、あのー、これをドラレコとして使っていけたらいいなっていうのが今の状態です。はいでは イズログまあ動画の方今日はっていう小ネタでしたね。アペマンスポーツカメラをドラレコで使おうっていう小ネタした。ではでは。